こんにちは、ハイズラボです。パソコンの初期化とセットアップが完了し、さあ Windows アップデートのチェックという時にエラーが発生したことはありませんか？このパソコンでも現在サービスが実行されていないため、 Windows アップデートで更新プログラムを確認できません。このコンピューターの再起動が必要な可能性がありますというエラーが発生しました。 OK ボタンを押して再起動してもエラーになり、Windows アップデートができない状態に陥りました。所定のフォルダを削除しても解決しない、バッチファイルを作成して実行しても解決しない場合、実はあと一つ解決する方法があります。そこで今回は Windows アップデートのトラブルを解決する方法をご紹介します。まずはブラウザを起動し、検索窓に iata_cd.exe と入力し検索します。検索結果の一番上にあるダウンロード27984インテルをクリック。ダウンロードページが開きますので、左側の一番上にあるダウンロードをクリックしダウンロードしてください。パソコンに iata_cd.exe が保存されるので、ダブルクリックをしてファイルを開いてください。インテルラピッドストレージテクノロジーをインストールするためのセットアップ画面が表示されますので、画面表示に従い続行してください。インストールが開始されます。数分程度で完了します。インストール完了後、再起動してください。再起動後、Windows アップデートを起動してください。更新プログラムの確認ボタンをクリック。正常に更新プログラムの確認が実行されました。今回はクローンなどを使用せず、空の SSD を取り付けた後に Windows OS のクリーンインストールをしたため、不足したデバイスドライバーによって発生したエラーでした。こういう場合は、Intel のラピッドストレージテクノロジーのドライバーをインストールすることで解決できます。エラーで Windows アップデートが行えない方は、今回の方法を試してみてはいかがでしょうか。最後までご視聴ありがとうございました。ぜひ高評価とチャンネル登録をお願いいたします。